さっさと用事済ませて帰ろう。もう分かんなくなってきた。ねえ君、うん、ちゃ、なぜこんなことに。そのまま流し目。お疲れ様でした。どうぞ。ありがとうございます。ごめんなさい。ん？俺は今までこんな服を着ることもなくて。ミュウさんはどうしてモデルのお仕事を始めたんですか？雑誌や画面の向こうの人たちに喜んでもらえるのが本当に嬉しくて今では思ってます。指先までが表情よって言われても。いいわ。逸材ほど容赦ないですから、ヒカルさん。こんな撮影サクッと終わらせて、どこか美味しいものでも食べに行こうよ。からの、こないだ気がついてたでしょ。なんで挨拶してくれなかったの？何？彼女嫌がってると思います。誰？あんた邪魔なんだよ。いきなり殴りかかる。それにしてもやけにゆっくりした動きだったな。お前らボクシングに謝んなさい。くそ！ゆうやさん、ありがとうございました。それはそうと、ゆうやくん。ありがとうございます。今日は本当に貴重な体験をさせていただきました。でもだからこそまだ何もかも中途半端な俺にはとても務まるとは思えないんです。はい、これ。何ですか？だからこの服が今回のお礼。サイズは合わせてあるから安心してちょうだい。はあ、それならそのありがとうございます。なんだかかえって悪いことしちゃったな。